バカな男。春雨の降るある夕方、彼は編集主任と一緒に表へ出た。主任はでっぷりした血色の良い紳士で、いつもモーニングコートをつけて、いろいろのものがぎっしり詰まったポートフォリオを下げていたが、いつも帽子は手に持ったまま、かぶらずにいた。帽子をかぶると頭の具合が決まって気持ち悪くなるからで、もちろん無謀主義ではないのである。主任は外国に長くいたせいか、カフェへ入ることがひどく好きであった。そして、いつでも女給たちを周りに集めてからかっていた。時とすると、面会者をそこへ呼ぶこともあった。彼はしばしばそのカフェ入りのお供をさせられた。ある時主任は、政界の名士たちの遊びに行くところへ連れて行こうと言って、カフェの帰りに銀座裏のある家へ連れられて行った。変な家と言っても、大して不思議な家でもない。ただ、芸者の代わりに素人が来るというだけのことであった。彼の見たところでは、他の人との場合は知らないが、彼を同伴する場合、主任は決して不道徳な真似をしなかった。ただ、お上を相手に世間話や女の話をして、二三時間で切り上げるのであった。主任は別に酒を飲むのでもなかった。料理を取るでもなかった。ただ、菓子とか水菓子とかを取って、話をするのが好きであった。その晩主任は、フランスへ初めて行って、悪友に誘われて、女を買いに行った時の、滑稽なしくじり話をして聞かせた。その時代では、そういうことが、名士たちの一つの社交的習慣の一つでもあり、将棋や、記号と同じような興味でもあった。主任はそんな種類の話を二つ三つしてから、次のような話をして、世間を知らない若い彼とおかみとを興がらせた。主任はまず聞いた。あなた、山崎という男を知っていましたかね。元社にいた。山崎源三郎ですか。今はバツバツ電鉄の社長をしている。あの人は僕のうちの裏にいたことがあります。痩せた小さい細君と女中と三人きりで、夏なんか行水を使いながら女中にシャボンを買いにやるのさ。あるボスがなかったらないボスでもいいなんて、シャレを言っていましたっけ。あの男も、会社がどうかこうか物になりそうなところで死にましたよ。柄にもない肺病でね。ところで面白い逸話を残して生きよったですよ。もう個人になったから話してもいいと思うが。主任の言うことは、山崎がまだ社にいる自分のこと、随分遊びもした男であったが、いつも女を買うばかりで、買われたことがないので、そんないたずらも一度はしてみるものだと、それはどんな動機だったか知らないが、多分この広い東京に風紀のルーズであったその時代では、そうした大敗的な興味をそそるための隠れた遊び場所もあったので、彼は誰からかその噂を聞いて、ふとそうした馬鹿げた不良剣を起こしたに違いないのであった。もちろん買われると言っても、それは単に気分の上だけのことで、結果はやっぱり非売品をそっと買ったと同じ感情になるわけであった。ちょっとそんないたずらをやりそうな男でね、人のいいのんきなやつでしたよ。主任はそう言ってちょっと躊躇した。
聞いている彼は、山崎のヌーボー式の綿棒を思い出さずにはいられなかった。大きな赤ん坊といった罪のない、ぼんやりした顔をした男であった。ある時彼は、友人と銀座を歩いている時、ふと山崎に出会った。その時の彼は、これが山崎かと思うほど、青白く痩せてひょろりとしていた。山崎は肺病さ。友人が言った。へえ、と彼は呆れた。ちっとも悲惨には思えなかった。ある時山崎はその家へ行って、そのことを申し込んだ。そういう方も来ますから、会った時にご紹介しましょう。まあ、時々ご出張になってご覧なさい。良さそうなのをお世話しますから。おかみが言うのであった。山崎はそれから時々、その家を訪問した。そしてある日、とうとう相手に出くわした。もちろん顔を見られるのを恥ずかしがるので、電灯は消されてしまって、彼は暗闇の中に待っていた。やがて廊下に足音がして、相手が案内されてきた。山崎はその場の気分を享楽しながら、一つ二つ話を仕掛けたが、相手は臆病そうに口をつぐんでいた。彼はその顔の印象を、ちらとでも得ようと思って、タバコを吸おうとして、マッチを吸った。軸木がパッと燃えついたところで、思わず見張った大きい目や、顔の輪郭や、そんなものから来る一刹那の印象が、比較的はっきりつかめたのであった。そしてそれは、そう嫌な顔ではなかった。相手は、ややしばらくすると、じきに部屋の外へ出て行った。彼は帰るのを待っていたが、いつまで経っても来そうな気配がなかった。もうお帰りになりました。女中を呼んで聞くと、そう答えた。山崎は何か物足りない感じでそこを出た。私の想像するのに、多分マッチの火に映った山崎の顔が、相手に幻滅感を与えたものだろうと思いますがね。主任はそう言って笑いながら、ところで、その相手方の顔が、後で考えてみると、どこかで見たことがあるような気がしてならないので、誰だったか思い出そうとして、いちいち知った女を記憶の中から呼び出してみるんだが、ある男の細君のような気もするし、往来で時々出会っている女のようにも思える。しかし、どうしても思い出せないので、そのうちに日が経って忘れるともなく忘れてしまったんですよ。そんなことはよくあることですよ。私なども電車の中などで、どこかで見たことのあるような顔を、時々見ることがある。多分どこかで見たことがあるに違いないだろうが、どうも明瞭に記憶がない。知り人にそっくりな男に出会って、そばへ寄って挨拶をすると、それが人間違いで、決まりの悪い思いをすることもあるものですがね。あなたにもそういう経験が一つや二つはきっとあったでしょう。彼は、ふと自分の細君が、途中で人間違いをした話を思い出した。それは、10年も前、近所に住んでいた、下町の商人の妾上がりの細君で、主人が死んでから、女房持ちの番頭と恋仲になって、彼女は綺麗な娘と2人暮らしていた。50近い。しかしそれよりもずっと若く見えるお上品な美しい女であった。その女とよく似た女を
尾張町で見たのであった。同じ下町風の若い女を一人連れていた。それはその娘に似てはいなかったが、おばあさんの方も顔といい姿といい売り二つであった。そしてお互いにじろじろ顔を見合った果てに、彼女は話しかけずにいられなかった。てっきりそれだと飲み込んでいたので、別に名を聞く必要もなかった。今、どこにお住まいですとか、お嬢さんはどうなさいましたとか、そんな話を仕掛けると、先方もことによったら、知った人かと思ったらしく、相変わらずあそこにおりますとか、丈夫ですとか、機嫌な顔をしながらも、とにかく返事だけはしていたが、しまいに気味悪そうに足を早めて逃げ出しそうにしたので、やっと気がつきかかっていた彼女も、しまいに決まりが悪くなって、そのまま別れてしまった。今日みたいな決まりの悪い思いをしたことないわ。彼の妻は言うのであった。彼は主任に聞かれて、ふとそれを思い出して、一人で苦笑した。もちろん彼自身にも、それよりか、いくらか罪の軽い人間たちの経験が、一度や二度はあった。主任は、また山崎の話に帰った。すると、ある時、社用でいつもの通り横浜へ行こうと思って、その自分のことだから、今の汐留の新橋駅へ行って、切符を買うと、さあ、その切符売りの顔が、どうもどこかで見たことがあるような気がしてならないが、これまた要領を得ない。はてなと思いながら、やっこさん考え考え汽車に乗ったが、発車間際に、やっと思い出せた。それが先頃買われた相手の女だったので。そんなこともあるものですかね。おかみは感心していた。しかし主任のその話には、外国における失敗談ほどのユーモラスな面白みは出なかった。そして座がしらけてしまったところで、二人はそこを出た。